はい、みんなのアルバイトの山本です。石原ゆきです。ということで、みんなのアルバイトリニューアルということで、女の子もリニューアルしました。はい、皆さんはじめまして、石原ゆきと申します。アルバイトと言ったら私だと思います。あ、そうなんですか。そうなんです私、アルバイトしてるときはいつでも掛け持ちしてるんですよ。あ、どんなアルバイトをされてるんですか。ほとんどやってきたと思います。ほとんどそんなコンビニもやったし、ファミレスもやったし、居酒屋もやったし。バイト選手なんですね。そうなんですよ。え、じゃあこのチャンネルぴったりじゃないですか。そうなんです、最適なんです。そんなもうゲスト呼ばんでゆきちゃんに聞いた方が早いかもしれない。まあ、アドバイスします。普段はどういうことされてるんですか。今は一応肩書きはグラビアアイドルとして活動してるんですけど、まあ、実際にはちょっとバラエティとかで出させてもらってます。そうですよね、ゴッドターンで出てますよね。そう、ゴッドターンとかでも最近はアベマとか。あ、そうなの。はい、結構出させてもらってます。あ、そうなんですか。だから結構全然過激なのでも。過激なので過激なので、そういうチャンネルじゃないんで、ちょっと視聴者さんのねコメントでそういう過激なんが欲しいってなったら、そういうチャンネルになっていくかもしれないですけど、趣旨とずれてくる。そう、趣旨とずれてくる。石原由紀チャンネルになっちゃうかもしれへんので、ちょっと乗っ取れるように乗っ取らないでください。はい、ということで、みんなのアルバイトはいろんなアルバイトをしてた人をゲストに呼んでお話を聞いていくので、交互期待ください。はい、皆さんの熱いメッセージ、コメントが僕らの力になります。せーの、バイバーイ。